それはもちろん、早めに殺しておこうと。私を殺しに来たんだろう。そこにいる少年、速やかに引いて。奴だ。精霊、非常に危険。必ず消滅させる。100万分の1の確率でも。うるさい、しつこいやつ。ターゲットが来る。アルバイヘルブ。サンダルポン。我が剣に曇りなし。総員起立。敬礼。ええ、時間が惜しいわ。状況を報告してちょうだい。そういえば肝心の秘密兵器は。あら、やっと目覚めたみたいね。いつまで寝てるのかと思ってたわ。司令、彼が目覚めました。体の数値は異常なし、特に問題ない。しかし、ようこそラタトスクへ。もう何ぼーっとしてるのよ。大丈夫？自分の名前覚えてる？じゃあ、私が誰だかわかるわね。ねえねえ、子宮権限装置の準備をお願い。どうやら脳に異常があるようだわ。それで、なんであんな危険なところにいたの？気絶する前のことを覚えてる？
そう、それは何より。落ち着いてちょうだい。順を追って説明するわ。ファミレス？ああ、位置的にはちょうどファミレスのあたりになるかしらね。正確には天宮市上空15,000メートルだけれど、ここは空中艦フラクシナスの中よ。私が気絶したあなたを回収したの。これからとても大事なことを話すから、ちゃんと聞きなさい。多くの人が30年前に発生した巨大空間震を自然災害だと思ってるけど、本当のところ空間震は精霊がこの世界に現れる時の余波なのよ。あなたが会ったその女の子が精霊。あの子の識別名はプリンセス。彼女が私たちの世界に現れるだけで、己の意志とは関係なく全てが破壊されてしまう。ああ、AST のことね。AST は対精霊部隊の略称よ。彼女たちの任務は、精霊が出現したらその場に行って処理すること。要はぶっ殺すってこと。それによって空間震の発生を防ぐのが彼女たちの目的。何か問題ある？あれは怪物よ。この世界に現れるだけで空間震を引き起こし、巨大な破壊をもたらす最強最悪の猛毒よ。随分肩を持つのね。数分程度しか接点のない、しかも自分が殺されかけた相手だっていうのに、もしかして惚れちゃった？安心しなさい。ラタトスク機関の総力を持ってあなたをサポートして。あなたの任務は精霊と仲良くお話しして親しくなって、ロマンチックなデッキ、最後はキスで力を封印すればいい。あら、疑ってるの？私だって何の根拠もなくこんなことを言っているわけじゃないわ。それとも私の。よろしい。これまでのデータからすると、精霊が現れるのは少なくて。明日から訓練開始ね。詳しくはレーネに聞いてちょうだい。絶対サボっちゃダメだからね。またお前か。お前は何者だ。これだと思う選択肢を選びなさい。5秒以内。
これが最後だ。答える気がないのなら敵と判断する。動くな。お前はでは聞くが、私を殺すつもりがないのなら、お、また選択肢ね。早く。私に？やっぱりかなり警戒心が強いわね。なんだ、言えないのか。お前は理由もなく私の元に現れたと。それとも、冗談はいらない。どういう意味だ。本当に、お前は本当の本当か？本当の本当の本当か？誰がそんな言葉に言った？だがまあ、どんな腹があるかは知らんが、まともに会話をし、この世界の情報を得るために、少しだけ理…さ、情報を得るためだからな。大事、情報超大事。話くらいしてやらんこともない。上出来よ、そのまま続けて。不審な行動をとってみろ。お前の体に風穴を開けてやるからな。お前は私を何と呼びたい？私に名前はない。ああ、どうせお前以外と会話をする予定はない。うわ、これまたヘビーなの来たわね。落ち着きなさい。焦って変な名前言うんじゃないわよ。まあ、前のよりはマシだな。どうか。ふむ、それがこれからの私の名だ。床に伏せなさい。外からの攻撃みたいね。校舎ごと潰して精霊が隠れる場所をなくすつもりかも。お前は早く逃げる。私と一緒にいては同胞に撃たれることになる。なんだ。デートとは一体何だ。ヘンスティのメイン部隊が動いたわ。離脱よ。
別コード A0613。 準備はできているぞ。私は何をすればいい？また貴様か。彼を人質。折り紙。了解。私の出番だ。サンダルポン。どうだ。あなたを倒せるなら。折り紙？もう…ターゲットをステージに誘導したわ。 A 分隊、折り紙を支援しなさい。逃げるな。ターゲットの反応が消えた。一旦撤収よ。折り紙、こんな戦い方してたらいずれ死ぬわよ。構わない。精霊さえ倒せるなら。まったく、本当に頑固なんだ。
ている。お前から誘ったのだろう。そうだ、デートとやら。何、まさか昨日の言葉は嘘だというのか。そうか、それよりも大事なのはデートだ。デート、デート、デート、早くデート。別にいつも通りだ。通らぬ剣を振るわれ、最後は私の体が自然と消えてしまいだ。うむ、この世界とは別の空間に移るだけだ。もういいだろう、この話はしまいだ。何？ではどうしろというのだ。どんな服ならばいいのだ。それだけ教えろ。解除して新しく服をこしらえた。視認情報だけだから細部は異なっているかもしれないが、まあ問題ないだろう。行くぞ。あれは何？
乗り物は不思議な姿をしているな。本当に攻撃してこないのか。危険がないかどうか知りたかっただけだ。しないなんて、私を否定せず笑い、そう、それだ。町の人間すべてが奴らの手のもので、私を欺こうとしていたと言われた方が、いや、お前はあれだ、きっと親兄弟を人質に取られて脅されているのだ。うん、私にとって今日は非常に有意義な一日だったぞ。 AST とやらの考えも少しだけ分かったしな。私はいつも限界する、やはり私はいない方がいいな。不定期に存在がこちらに固着するのは止められない。限界の数は減らないだろう。そんなことが可能なはずは。だが、一体どうすればいいのだ。ごちゃごちゃ言ってないで、これはチャンスよ。キッス、キッス、キッス。なんだ、デートと同じものなのか。本当か、そんな方法。私はこの世界に対して知らないことが多すぎるぞ。寝床や食べるものだって必要になる。予想外の事態が起こるかもしれない。本当に私は生きていてこの世界にいてもいいのか。私を肯定してくれるのはきっとお前だけだぞ。 AST や他の人間だってそうは思わないに決まっている。